はい、皆さんこんにちは。 レクセニング講師の佐々木博美ですいよいよ本試験が近づいてきましたね、えー、緊張や不安でいっぱいいっぱいになっている方もいらっしゃるかもしれませんただこの時期ですね、えー、緊張や不安のない受験生さん、えー、まずいないです、えー、緊張や不安を感じていることはこれまで今まで一生懸命頑張ってきたことの証なのでその状態に変に焦ることなく目の前のことを淡々とこなしてくださいで、えー、集中できなくなってしまったら一番、えー、自分が得意なもの集中できるもの そしてこれまでやってきたものに専念していただいて結構です、えー、問題を解く、えー、記述を解くそしてまたもう本当にもうね問題解いてでもいっぱいいっぱいになってしまって、えー、何も手がつかないという状況になってしまったら図表を書き写すでも何でもいいのでとにかく在庫まで全力を尽くして机に向かってくださいそしてまたもう直前期もういっぱいいっぱいになってしまって夜布団に入っても眠れないという方いらっしゃるかもしれませんけれども大丈夫です、えー、2,3日寝なかったところで死なしません、えー、最後までぜ、えー 全力で、えーえー、勉強しすぎて死んだ人はおりませんので最後まで死ぬ気で頑張ってくださいでは全力尽くして、えー、ファイトです、えー、結果を信じて待ってます頑張ってください